黙食女子。あ、やばい、昼休み終わっちゃう。いつもその泊まりの時ってこんな思いってんですか。それくらいしか楽しみないからな。またいつでもいらしてください。そろそろうどんリサーチもたまってきたし、彼にこのノート見せちゃおっかな。またダメ売りについてんのかな。ここだ、うどん居酒屋にわかや長介。どれも美味しそう。いいじゃん、うどん居酒屋だよね、だよね、だよね。お兄ちゃんここ初めてだろ。だったら鶏白湯や。水炊きみたいな真っ白なスープ、うん、いい匂い。いただきます。